外しはせんさ。どうして熊に血が？隣で農民が死んだのじゃよ。ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ、たくま先生がやるみたいに音を出したの。うん、気づいておったとはのう。きっと熊もお侍さんを助けて欲しがってるよ。引きつけるんじゃ。ここにいるわ。矢の叫び。腹でも減る。一発しかないわ。隠れられる。あれは反乱者よ。どうしてこの場所を探しているのかな。ほう、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。落ち着くんじゃ、ユキちゃん。無限を何としてでも救い出すぞい。あれ、ハヌキちゃん。完了。気をつけるんじゃ。ああ、急ぐ。メロディ、ちゃんと巻いてるわ。ああ、もちろん。手元を気をつけ。足が欲しいわ。速くて、強くて。しかも私の罠みたいに隠すこともできるし。うん、なんとも突飛な称賛じゃわい。どうやって音を消しているかわかるかの。全然わからないよ。なぞなぞだね。でも今はそれどころじゃないわ。そういうことじゃな。無限のもとへ急ごう。奴らは獣じゃ。欲望のままに命を奪う。そこに理由などありゃせん。お侍さん、無事でいてね。ユキちゃん、心配しなさんな。わしらで助けるんじゃ。誰かいないか、道の方に出て周辺を探そう。よし、あっちへ行け。また戻ってくるじゃろ。そのことを忘れてはいかん。ちょっと待ってね。良いじゃん。意地悪な雲じゃな。お侍さんの武器がどこかにあるはずよ。うん、そうじゃな。してっ、おそらく足を止め、怠けちゃダメよ。雨は足を止められじゃ。お母さんみたいな。うん、なんでもない。それよりお侍さんを助けないと。時こそ大切じゃ。行け。すぐだから。おお。いい場所だわ。床が泥だらけ。今よ、ネズミの歯。膝はつく、髪はぐさ。水たまりを通っちゃダメ。アナさん、起きてね。お侍さんがいたわ。見張られておる。尋問書を二人で片付けるんだ。よいな。はい、あなたが撃って私が仕留める。時にユキちゃん、なぜそこまで無限のために。言ったでしょ、仲間だって。それにお侍さん、とってもいい人だから。それともバックの犬が近くにでも隠れている。嫌なサプライズ。素早く、鋭く。貴様の抵抗は闇の中を張ってるのか。
将軍の兄弟。私のよ。知っている。私は捕まんないわよ。さすれば切腹ぐらい。水たまりは音が素早く鋭く。貴様は本当に孤独に帰るとでも思っている。ちゃんと巻いてるわ。鳥の声。生き腕にするまでもはすぐに。いい場所だわ。我らのことをどうやって知る。貴様一人、それともバックの犬が近くにでも隠れている。私ならできる。手に入れたわ。貴様の抵抗は。将軍の兄弟、何か知っている。はっ。見えないでしょ。あと小刀さん、起きてよ。膝はつく、首はくさく。本当におっこと様に立ち向かえるとでも思っている。ネズミの歯。生き腕にするまでには。死は気まぐれ、うん、位置についたわい。やったぞい。ユキ殿、なぜここへ。ユキちゃんがわしらを助けてくれたのじゃよ。無限、この子に借りができたの。おお、ユキ殿、そうでありましたか。命の借りができてしまいましたな。この恩忘れはしませぬぞ。では生き残った農民を見つけ、同じように助けに参りましょうぞ。お侍さん、敵に取られたあなたの武器が。む、そうでした。先に武器を探さねば。急ぎましょう。素早く、鋭く。こそこそのメロディ、水たまりを通っちゃダメ。誰かいるのか。ちょっと待って、ね、常に用心しておる。足を使うかの。俺には関係ないぜ。奴は薄野郎だ。おお、やったぞい。はい、ここよ。迅速に動かねば。嫌な天気だわ。動くのがよかろう。一撃取り戻しましたぞ。なればいざ農場へ。残った者たちが待っておる。まだ残っておるのかい。急げばまだ希望はあります。気を引くんじゃ。気を浄化してくれれば。神王帝だな。お前何してんだ。大事な時じゃの。まあ聞いておくれ。出番じゃ。泣くもじゃな。しかしやつちまった。吠えろ、このおまいばしい雨め。俺は何だ。おい。下、気をつけて。まだ必要とされておる。よし、行くんじゃ。我らはくじけはせん。良い戦略だ。我らには明日がある。我々を阻むことはできる。
後で乾かせばよい。名誉のために。死は気まぐれ。足が濡れちゃった。床が泥だらけ。つけるんじゃ。雨は風情があるが、今日はその限りではない。立ち風。多山一殺。大事な時じゃのう、クマ。出番じゃ。クマは。朝になるときついじゃろうな。さあ、そうだな。行け。気を引くんじゃ。何か聞こえたよ。油断するでない。なんだ風切り。失敗は許されない。時こそ大切だ。よし、行くんじゃ。雨が冷たい。泥の中を常に用心しておく。雨は気にせんぞ。肋骨に染みるの。時間厳守だ。直ちに。気をつけるんじゃ。足が濡れるかもしれん。敵意さえ感じる雲だ。おそらく栄光が待っておる。血を浄化してくれればの。クマは行け。意地悪な雲じゃな。大将、すでに濡れてしまった。そのうち忘れるぞ。立ち風。向かっているぞ。彼らは必要とされている。愛子殿と隼人殿は近くにおられるか。いないよ。大将を追ってる。わあ、私昇る様への伝言があったのに。弾を見つけて、それで、どうしよう。心配はご無用ですぞ、ユキ殿。そなたは我らを救ってくれた。なればその責任を負うは拙者の使命。さあさあ、共に伝言を伝えに行きましょうぞ。はい、お侍さん。年には勝てんわい。ここは危険ね。今よ。外しは吠えろ。まあ、聞いておくれ。出番じゃ。雨はわしを止められんじゃろ。
気を引くんじゃ。これは何だ。中距離だな。ねえ、相談じゃ。さあ、よし、行くんじゃ。バーン。弾がないよ。リロードするの。はい。まだ必要とされておる。我らの運命は我らが決めつけろ。土砂降りだな。急ぐぞ。血も雨も手元をくる。やったぞい。もう弾がないんじゃ。やったぞい。嫌な天気だ。泥の中を前進。急がねば。我が命上様に捧げようぞ。ああ、もちろん。雨ごときで我々を阻むことはできずに。大したことではなかったんじゃ。宝禄火矢。行きましょう。水たまりを通っちゃダメ。水たまりは音がするでしょ。オッケー。早く。あと少しだから。水たまりを通っちゃダメ。見えないでしょ。困難が待ち受けておるぞ。酒か。いい思い出だ。熱いんだ。酒に飲まれよ。我慢できんだろう。刀を使わねば。後で乾かせばよい。直ちにそこに向かう。うんざりする場所だ。花火の準備はできたぞい。嫌な天気だ。上さん向かっているぞ。常に用心しておる。覚悟せい。冗談はほどほどにしろよ。どこにいるんだ。返事しろよ。ああ、あまりないぞ。感じる雲だ。一撃。ああ、外しはせん。この忌々しい雨め。すでに濡れてしまった。手法。な時じゃのう。いい武器じゃ。死が見ておるぞ。これで鎧も貫けるぞ。ああ、もちろん足が濡れるかもしれん。幸運じゃな。我らは成功する。良い刀を使わねば。死が訪れ、我らは必要とされている。上様のための刃。気をつける、うん、位置についたわい。
そろ行かない？私ならできる。メロディー、行くわよ。俺の仕事だ。あそこまで行けないな。小刀さん、起きてよ。ちょっと待ってね。我が命、上様に捧げようぞ。あなた、無事で。嫌な雲ね。嫌な天気だ。まずいわね。私ならできる。床が泥だらけ。はっ。そのシア。殺しに来る。水たまりを通っちゃダメ。見えないでしょ。敵はまだいるかもしれん。気をつけるんだぞ。俺たち何探してんだ。俺たち決闘。お前を飲んでも無駄だ。待て。どうやってあの場で届かねえ。クマはどうしてクマに血が。隣で農民が死んだのじゃよ。ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ。タクマ先生がやるみたいに音を出したな。うん、気づいておったとはの。きっとクマもお侍さんを助けてほしがってるよ。これは何だ。お前何してんだ。好奇心旺盛だ。うん、稲で隠れられる。観覧車はどうしてこの場所を探しているのかな。ああ、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。侍さん落ち着くんじゃ。ユキちゃん、無限を何としてでも救い出すぞい。あれ、タヌキだ。見えないでしょ。私のよ、メロディー。リクちゃんと巻いてるわ。手元を…足が欲しいわ。早くて、強くて、しかも私の罠みたいに立つこともできるし。ほう、なんとも突飛な称賛じゃわい。どうやって音を消しているか、わかるかの。全然わからないよ。謎謎だね。でも今はそれどころじゃないわ。そういうことじゃな。無限のもとへ急ごう。水たまりは音がするでしょ。撃たなくてもいいのに。奴らは獣じゃ。欲望のままに命を奪う。そこに理由などありゃせん。お侍さん、
無事でいてね。ユキちゃん、心配しなさんな。わしらで助けるんじゃ。誰かいないか、道の方に出て周辺を探そう。よし、あっちへ行け。また戻ってくるじゃろ。そのことを忘れてはいかん。雨は気にせんぞ。できる。多分お侍さんの武器がどこかにあるはずよ。うん、そうじゃな。クマ、聞いておく。よし、行くんじゃ。悪魔も獣じゃ。お母さんみたいに。うん、何でもない。それよりお侍さんを助けないと。さあ出番じゃ。うん、起きてね。嫌なサプライズ。素早く、鋭く。小刀さん、起きてよ。床が泥だらけ。あと少しだから。今よ。素早く。うんうん、しっかり動いてるわ。ちゃんと巻いてるわ。うん、早く。鳥の子、ネズミの歯。私は捕まんないわよ。足を使うかの。素早く、鋭く。雨は。さあ、どうしてクマに血が。隣で農民が死んだのじゃよ。ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ、タクマ先生がやるみたいに音を出したの。うん、気づいておったとはの。きっとクマもお侍さんを助けてほしがってるよ。なんだあれ、タヌキだ。バーン。おい、なんでそんなにうるさいんだ。うん、稲で隠れられるの。この販売者もどうしてこの場所を探しているのかな。ああ、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。侍さん、落ち着くんじゃ、ユキちゃん。無限を何としてでも救い出すぞえ。旺盛だな。水溜りを通ってね。雨は気にせんぞ。メロディー、おなさん、起きてね。手元を狂わすな。足が欲しいな。速くて、強くて、しかも私の罠みたいに隠すこともできるし。ほう。なんとも突飛な称賛じゃわい。なんだ、どうやって音を消しているかわかるかの。全然わからないよ。謎謎だね。でも今はそれどころじゃないわ。
そういうことじゃな。無限のもとへ急ごう。私のよ。やつらは獣じゃ。欲望のままに命を奪う。そこに理由などありゃせん。お侍さん、無事でいてね。ユキちゃん、心配しなさんな。わしらで助けるんじゃ。誰かいないか、道の方に出て周辺を探そう。よし、あっちへ行け。また戻ってくるじゃろ。そのことを忘れてはいかん。お侍さんの武器がどこかにあるはずよ。うん、そうじゃな。はい、ちゃんと巻いてるわ。悪魔の獣じゃ。お母さんみたいに。うん、なんでもない。それよりお侍さんを助けないと。熊は出番じゃ。やったぞい。いい場所だわ。素早く、小刀さん、起きてよ。膝はつく、首はぶさく。ならできる。うんうん、しっかり動いてるわ。はっ、あと少しだから。お侍さんがいたわ。見張られておる。尋問書を二人で片付けるんじゃ。よいな。はい、あなたが撃って私が仕留める。時にユキちゃん、なぜそこまで無限のためでしょ。仲間だって。それにお侍さん、とってもいい人だから。嫌なサプライズ。近くにでも隠れている。あれだ。床が泥だらけ。貴様の抵抗は茂みに隠れているのか。うん、早く。将軍の強さ、私のよ。何させれば切腹ぐらい。はっ、ちょっと待ってね。素早く、鋭く。はっ、水たまりは音がするでしょ。帰るとでも思っている。アナさん、起きてね。生き腕にするまでには。鳥の声。いい場所だわ。今だ、我らの方をどうやって。貴様一人、それとも幕府の犬が近くにでも隠れて。任せて。見えないでしょ。貴様の手。今よ。ネズミの歯。させれば切腹ぐらい。素早く。へい。そこにはいけないでしょ。素早く、鋭く。
位置に着いたわい。生き腕にするまでにます。よし、やったぞい。ユキ殿、なぜここへ。ユキちゃんがわしらを助けてくれたのじゃよ。無限、この子に借りができたの。おお、ユキ殿、そうでありましたか。命の借りができてしまいましたな。この恩忘れはしませぬぞ。では生き残った農民を見つけ、同じように助けに参りましょうぞ。お侍さん、敵に取られたあなたの武器が。む、そうでした。先に武器を探さねば。急ぎましょう。急ぐぞ。こそこそのメロディー。水たまりを通っちゃダメ。オッケー。いや、ありえない。すでに濡れてしまった。はい、私は捕まって手に入れたわ。水たまりは音がするでしょ。足を使うかの。やったぞい。あと少しだから。一撃取り戻しましたぞ。なればいざ農場へ。残った者たちが待っておる。まだ残っておるのかい。急げばまだ希望はあります。ちょっと待ってね。足が濡れるかもしれん。侵入者だ。床が泥だらけ。さあ、どうして熊に血が。隣で農民が死んだのじゃよ。ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ、拓磨先生がやるみたいに音を出したの。うん、気づいておったとはの。きっと熊もお侍さんを助けて欲しがってるよ。これあと少しだから。来ておる、来ておる。反乱出発しかないわ。どうしてこの場所を探しているのかよ。おお、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。侍さん落ち着くんじゃ。ユキちゃん、無限を何としてでも救い出すぞい。メロディー、行こうよ、鳥の声。クマは、よし、行くんじゃ。クマ、聞いておく、出番じゃ。誰も逃がすな、クマのご命令だ。捕まんないわよ。こそこそのメロディ。誰かいるのか。気を引くんじゃ。腹でも引く。はい、うん、雨はわしを止められんじゃ。私の光の声。アナさん、起きてね。
足を使う。その足が欲しいわ。強くて、しかも私の罠みたいに立つこともできるし。ほう。なんとも突飛な称賛じゃわい。どうやって音を消しているかわかるかの？全然わからないよ。謎謎だね。でも今はそれどころじゃないわ。そういうことじゃな。無限のもとへ急ごう。撃たなくてもいいのに。奴らは獣じゃ。欲望のままに命を奪う。そこに理由などありゃせん。お侍さん、無事でいてね。ユキちゃん、心配しなさんな。わしらで助けるんじゃ。引きつけるんじゃ。水たまりを通っちゃダメ。素早く。誰かいないか。鋭く。道の方に出て周辺を探そう。よし、あっちへ行け。また戻ってくるじゃろ。そのことを忘れてはいかん。水たまりは音がするでしょ。鳥は何も持っていないんだ。オッケー。さあ行け。侍さんの武器がどこかにあるはずよ。うん、そうじゃな。手元を狂わす。足が濡れるかもしれない。うんうん、しっかり動いてるわ。獣じゃ。お母さんみたいに。うん、なんでもない。それよりお侍さんを助けないと。最後の一発。嫌なサプライズ。はっ、ネズミの歯。膝はつく、首は草。床が泥だらけ。お侍さんがいたわ。見張られておる。尋問書を二人で片付けるんじゃ。よいな。はい、あなたが撃って、私は仕留める。時にユキちゃん、なぜそこまで無限のために。言ったでしょ、仲間だって。それにお侍さんとってもいい人だから。何するまでに。こそこそのメロディ、場所だわ。我らの子をどうやって。貴様一人、それともバックの犬が近くにでも隠れている。素早く。仕事だ。私ならできる。貴様の子、隠れても無駄だ。手に入れたわ。うん、早く。刺せれば切腹ぐらい。今よ。貴様は本当に素早く、鋭く思っている。うんうん、しっかり動いてるわ。我らのことメロディ。なんだ。見えないでしょ。
それとも幕府の犬が近くにでも隠れている。貴様の抵抗私のよ。将軍の兄弟、何か知っている？さすれば切腹ぐらい。はい。水たまりを通っちゃダメ。床が泥だらけ。あと少しだから。小刀さん、起きてよ。膝はつく。素早く、鋭く。我らの国はどうや、位置についたわい。良き導きじゃ。以前なら大したことではなかったんじゃ。手元を狂わすなよ。よっしゃ、やったぞ。ユキ殿、なぜここへ？ユキちゃんがわしらを助けてくれたのじゃよ。無限、この子に借りができたの。おお、ユキ殿、そうでありましたか。命の借りができてしまいましたな。この恩、忘れはしませぬぞ。では生き残った農民を見つけ、同じように助けに参りましょうぞ。お侍さん、敵に取られたあなたの武器が。む、そうでした。先に武器を探さねば。急ぎましょう。直ちにそこに向かう。私は捕まんないわよ。鳥の声見えないでしょ。聞こえたぞ。急ぐぞ。位置に着いたわい。ないかな。やったぞい。の刃取り戻しましたぞ。なればいざ農場へ。残った者たちが待っておる。まだ残っておるのかい。急げばまだ希望はあります。ぬげ、年には勝てんわい。まあ、聞いておくれ。よし、行くんじゃ。いるぞ。クマは？出番じゃ。
後で乾かせばよい。雨は気にせんぞ。失敗は許されない。水たまりに気をつけろ。素早く、鋭く。るんじゃ。おい、なんでそんなにうるさいんだ。立ちかぜ。まあ行け。一殺。熊は、足が濡れるかもしれん。雨は気にせんぞ。さあ、よし、行くんじゃ。ああ、急ぐべきじゃ。急がねば、我らは必要とされている。気を引くんじゃ。あれはなんだ、なんだ、あれ、風切りするまでだ。終わった。クマ、聞いておくれ。出番じゃ。名誉のために。肋骨にしみるの。よし、行くんじゃ。大将、うちには気をつける。良い戦略だ。泥の中を前進。直ちに。雨ごときで我々を阻むことはできる。そうだな。愛子殿と隼人殿は近くにおられるか。いないよ、大将を追ってる。わあ、私、昇る様への伝言があったのに。弾を見つけて、それで。どうしよう。心配はご無用ですぞ、ユキ殿。そなたは我らを救ってくれた。なれば、その責任を負うは拙者の使命。ささ、共に伝言を伝えに行きましょうぞ。
お侍さん。クマは出番じゃ。心配なさんな。越えろ。ああ、中距離。相談じゃ。クマ、行け。素早く、私ならできる。足を使うかのう。手元を狂わすなよ。耳を塞いでどうやって撃つのよ。リロードするの。上様のために足を使うか。やったぞい。もうな、やったぞい。急がねば。うん、早く。雨はわしを止められんじゃろ。すでに濡れてしまった。ああ、すぐに行くわい。宝禄火矢。おとりが必要だ。待ちかぜ。花火の準備はできたぞ。覚悟せい。落ち着け。もうあまりないぞい。酒に飲まれよ。我慢できんだろう。刀を使わねば。上様のために。我らは必要とされている。向かっているぞ。一撃。うん、死が訪れた。オッケー。はい。水たまりは音がするでしょ。水たまりを通っちゃダメ。今よ。幸運じゃな。はい。ネズミの歯。私は捕まんないわよ。こそこそのメロディー、素早く、鋭く。あそこまでいけないな。床がふっ見えないでしょ。はっ。
我らはくじけはせん。失敗は許されない。ただちに解放いたそう。反逆者を撃ち話をしてみましょうぞ。いい思い出だ。忘れてはいけないよ。酒に飲まれ大将我慢できんだろう。生きるものなら逃げて。ただのかすり傷だ。警鐘だ、警鐘を鳴らせ。殺しに来る。恐ろしい武器を。上様のための刃、名誉のために。やったぜ。直ちにスカゼキに。カズラ息子らが。そこにいるのは分かってるんだ。うん、早く。クマ。聞いておくれ。どうして熊道が？隣で農民が死んだのじゃよ。ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ、拓馬先生がやるみたいに音を出したの。うん、気づいておったとはの。きっと熊もお侍さんを助けて欲しがってるよ。今のは聞くまでぞ。あれは何だ。妖精だ。あと少しだから。肋骨に染みるの。耳を塞いでね。熊にうるさいんだ。うん、稲で隠れられるの。これは観覧車よ。どうしてこの場所を探しているのかな。ああ、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。侍さん落ち着くんじゃ。ユキちゃん、無限を何としてでも救い出すぞい。足が濡れるかもしれん。メロディー任せて。うんうん、こそこそちゃんと巻いてるわ。鳥の声。うん、この足が欲しいわ。早くて強くて、しかも私の罠みたいに立つこともできるし。うん、なんともとっぴな称賛じゃわい。どうやって音を消しているかわかるかの。全然わからないよ。だね、でも今はそれどころじゃないわ。そういうことじゃな。無限のもとへ急ごう。撃たなくてもいいのに。奴らは獣じゃ。欲望のままに命を奪う。そこに理由などありゃせん。侍さん、無事でいてね。ユキちゃん、心配しなさんな。わしらで助けるんじゃ。誰かいないか、道の方に出て周辺を探そう。よし、あっちへ行け。また戻ってくるじゃろ。そのことを忘れてはいかん。出番じゃ。近道を探すの、バカ。仕事に戻るか。床が泥だらけ。素早く、鋭く。足を使うか。朝になるときついじゃろうな。お侍さんの武器がどこかにあるはずよ。うん、そうじゃな。ふっふっ、罠さん、私ならできる。悪魔の獣じゃ。お母さんみたいに。ん、なんでもない。それよりお侍さんを助けないと。嫌なサプライズ。ネズミの歯。
ワーつく。くさ。貴様の。私のよ。貴様は本当におっこど様に立ち向かえる。はっ。うんうん、しっかり動いてる。お侍さんがいたわ。見張られておる。尋問書を二人で片付けるんじゃ。よりな。はい。あなたが撃って、私が仕留める。時にユキちゃん。なぜそこまで無限のため言ったでしょ、仲間だって。それにお侍さんとってもいい人だから。貴様一人、それともバッコソコソのメロディでも隠れている。見えないでしょ。ちょっと待ってね。貴様の抵抗は隠れても無駄だ。私は捕まんないわよ。手に入れたわ。水たまりは音がするでしょ。さすれば切腹ぐらいは。水たまりを通っちゃダメ。小刀さん、起きてよ。貴様は本当におっ様にでも思っているのか。ちゃんと巻いてるわ。鳥の声。息茹でにするまでにな。嫌なサプライズ。今の聞こえるぞ。我らのことをどうやって知る。貴様一人、それとも幕府の人が近くにでも来る。はい、私のよ。将軍の兄弟、何か知っている。今よ。素早く、鋭く。さすれば切腹ぐらい。ちょっと待ってね。貴様は本当におっこど様に立ち向かえるとでも思っているのか。小刀さん、起きてよ。手元を狂わすなよ。おお、やったぞい。ユキ殿、なぜここへ。ユキちゃんがわしらを助けてくれたのじゃよ。無限、この子に借りができたの。おお、ユキ殿、そうでありましたか。命の借りができてしまいましたな。この恩、忘れはしませぬぞ。では、生き残った農民を見つけ、同じように助けに参りましょうぞ。お侍さん、敵に取られたあなたの武器が。む、そうでした。先に武器を探さねば。急ぎましょう。メロディー、行くわよ。隠れているのは分かっている。うん、位置に着いたわい。はい。やったぞい。任せて。今よ。上様のための刃、取り戻しましたぞ。なれば、いざ農場へ。残った者たちが待っておる。まだ残っておるのかい。急げばまだ希望はあります。さあ、よし、
行くんじゃ。行け。直ちにそこに向かう。失敗は許されない。泥の中を前進。急がねば。水たまりに気をつけろ。引きつけるんじゃ。なんだ、タヌキか。風切り。終わった。クマ聞いておくれ。よし、行くんじゃ。動くのがよかろう。さあ。ああ、すぐに行くわい。クマ、聞いておくれ。出番じゃ。気を引くんじゃ。何か見える。あれは何？よいスカチカゼ。何してる？あっち行け。さあ、行け。火山、一殺。雨はわしを止めるためにじゃろ。来ておる。来ておる。素早く、鋭く。床が泥だらけ。あと少しだから。我らは必要とされている。雨は気にせんぞ。水たまりを通っちゃダメ。大将、使っているぞ。後で乾かせばよい。アイコ殿とハヤト殿は近くにおられるか。いないよ。大将を追ってる。うわ、私、ノボル様への伝言があったのに。クマを見つけて、それで、どうしよう。心配はご無用ですぞ、ユキ殿。そなたは我らを救ってくれた。なれば、その責任を負うは拙者の使命。ささ、共に伝言を伝えに行きましょうぞ。はい、お侍さん。ああ、伊豆熊は。よし、行くんじゃ。足が濡れるかもしれん。吠えろ。あらでもチーズ。相談じゃ。
私は捕まんないわよ。クマ、出番じゃ。足を使う。やったぞい。でも、もう弾がないんじゃ。やったぞい。竜の叫び。以前なら大したことではなかったんじゃ。雨はわしを止められんじゃろう。雨ごときで我々を阻むことはできん。すでに濡れてしまった。直ちに。覚悟せい。これがきつく。もうあまりないぞ。一撃。酒に飲まれよ。急ぐぞ。水たまりに気をつけろ。上様のために。白夜、聞こえるか。ここにいるのか。刀を使わねば。直ちに。後で乾かせ。一撃。死が訪れた。我らは必要とされている。雨は気にせんぞ。泥の中を前進。急ぐぞ。良い戦略だ。解放いたそう。反逆者を撃ち、話をしてみましょうぞ。オッケー。床が泥だらけ。私ならできる。はっ。うん、早く。殺しに来る。はあ、酒か。あなた無事だ。立ちかぜ。降伏すべきだった。我慢できんだろう。酒に飲まれよ。恐れてはいけないわ。きっと誰か見つけた。向かっているぞ。ネズミ。ふっ。できた。見えないでしょ。鳥の声。誰かいるのか。水たまりは音がするでしょ。素早く。素早く。鋭く。
ち決闘。雨ごときで我々を阻むことはできる。上様のために、上様のための刃。無事で。降伏すべきだった。刀を使わねば。泥の中を前進。こそこそのメロディ。ひどい。俺たち決闘。鳥の声。嘘の死ね。嘘の死ね。なんだ、聞こえたの。なんてことは。面倒だな。よし。ありがとうございます。将軍様がきっと助けを送ってくれると信じていました。あなた、あのお方たちが追い払ってくれたのよ。かの者は死なぬ。信じるのだ。ではついて参られよ。ついていきます。私は捕まんないわよ。床が泥だらけ。うん、早く。あと少しだから。なくなった。クマは？どうしてクマに血が？隣で農民が死んだのじゃよ。ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ。タクマ先生がやるみたいに音を出したの。うん。気づいておったとはの。きっとクマもお侍さんを助けて欲しがってるよ。耳を塞いでね。稲で隠れられるの。判断者よ。どうしてこの場所を探しているのかな。ああ、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。侍さん、落ち着くんじゃ、ユキちゃん。無限を何としてでも救い出すぞ。え、気を引くんじゃ。お前何してんだ。見えないでしょ。ああ、すぐに行くわ。鳥の声。うんうん、しっかり動いてるわ。手元を狂わすなよ。その足が欲しいわ。速くて強くて、しかも私の罠みたいに隠すこともできるし。ほう。何度も突飛な称賛じゃわい。どうやって音を消しているかわかるかの。全然わからないよ。だね、でも今はそれどころじゃないわ。そういうことじゃな。無限のもとへ急ごう。引きつけるんじゃ。なくてもいいのに。やつらは獣じゃ。欲望のままに命を奪う。そこに理由などありゃせ。お侍さん、私でいてね。ユキちゃん、心配しなさんな。わしらで助けるんじゃ。誰かいないか、道の方に出て周辺を探そう。よし、あっちへ行け。
また戻ってくるじゃろう。そのことを忘れてはいかん。年には勝てんわ。お侍さんの武器がどこかにあるはずよ。うん、そうじゃな。へっ、足を使うかの以前なら大したことではなかった。お母さんみたいに。うん、なんでもない。それよりお侍さんを助けないと。将軍の兄弟。さすれば切腹ぐらい。嫌なサプライズ。水たまりを通っちゃダメ。素早く、鋭く、素早くて膝はつく。られており、尋問書を二人で片付けるんじゃ。よいな。はい、あなたが撃って、私が仕留める。時にユキちゃん、なぜそこまで無限のために。言ったでしょ、仲間だって。それにお侍さんとってもいい人だから。それとも幕府の犬でも隠れている。こそこそのメロディー。いやよ、難しすぎるから。隠れても無駄だ。将軍の兄弟。私のよ。うん、早く。さすれば切腹ぐらいは。はっ、小刀さん、起きてよ。私は捕まんないわよ。立ち向かえるとでも思ってる。ちゃんと巻いてるわ、メロディー。生き揺れにする。行くわよ。嫌なサプライズ。水たまりは音がするでしょ。どうやって知る。それともバッグの犬が近くにでも隠れている。手に入れたわ。貴様の手に。私ならできる。ちょっと待ってね。今よ。あと少し。ネズミの歯。さすれば切腹ぐらい。膝はつく、首はぐさ。貴様は本当によっぽど様に。小刀さん、起きてよ。素早く、鋭く。気揺れにするまでには。うん、位置についたわ。よし、やったぞい。ユキ殿、なぜここへ。ユキちゃんがわしらを助けてくれたのじゃよ。無限、この子に借りができたの。おお、ユキ殿、そうでありましたか。命の借りができてしまいましたな。この恩、忘れはしませぬぞ。では、生き残った農民を見つけ、
同じように助けに参りましょうぞ。お侍さん、敵に取られたあなたの武器が。む、そうでした。先に武器を探さねば。急ぎましょう。水たまりに気をつけろ。鳥の声。今の。ちょっと待ってね。足を使うだろう。やったぞい。今よ。任せて。朝になると刀を使わねば。取り戻しましたぞ。なればいざ農場へ。残った者たちが待っておる。まだ残っておるのかい？急げばまだ希望はあります。聞いておくれ。出番じゃ。さあ、行け。すでに濡れてしまった。肋骨にしみるの。名誉のために。向かっているぞ。気を引くんじゃ。腹でも減ってんのか。立ちかぜ。クマは終わった。よし、行くんじゃ。ああ、急ぐべきじゃ。聞いておくれ。出番じゃ。引きつけるんじゃ。ダメごと大将。無視するまでだ。クマは風向け一殺。
直ちにそこに向かう。良い戦略だ。急がねば。泥の中を前進。終わった。失敗は。後で乾かせばよい。急ぐぞ。愛子殿と隼人殿は近くにおられるか。いないよ。大将を追ってる。うわ、私昇る様への伝言があったのに。駒を見つけて、それで、どうしよう。心配はご無用ですぞ、ユキ殿。そなたは我らを救ってくれた。なれば、その責任を負うは拙者の使命。さあさあ、共に伝言を伝えに行きましょうぞ。はい、お侍さん。私は捕まんないわよ。吠えろ。動くのがよかろう。中距離だ。言うの先ほどがないわ。リロードするの。朝になるときついじゃろうな。早く、鋭く。やめて。あくまで以前なら、さあ。どうして熊に血が。隣で農民が死んだのじゃよ。ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ。たくま先生がやるみたいに音を出したの。うん、はい。気づいておったとはの。きっと熊もお侍さんを助けて欲しがってるよ。うん、稲で隠れられるの。あれは反乱者よ。どうしてこの場所を探しているのかな。ああ、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。お侍さん、落ち着くんじゃ、ユキちゃん。無限を何としてでも救い出すぞい。な称賛状愛。なんだ。どうやって音を消しているかわかるかの。全然わからないよ。
謎謎だね。でも今はそれどころじゃないわ。そういうことじゃな。無限の元へ急ごう。奴らは獣じゃ。欲望のままに命を奪う。そこに理由などありゃせん。お侍さん、無事でいてね。ユキちゃん、心配しなさんな。わしらで助けるんじゃ。気を引くんじゃ。見えないでしょ。誰かいないか、道の方に出て周辺を探そう。よし、あっちに行け。また戻ってくるじゃろう。そのことを忘れてはいかん。よいじゃろう。多分お侍さんの武器がどこかにあるはずよ。うん、そうじゃな。悪魔の獣じゃ。お母さんだったら。ん？何でもない。それよりお侍さんを助けないと。お隣は音がするでしょ。ちょっと待ってね。床が泥だらけ。私ならできる。お侍さんがいたわ。見張られておる。尋問書を二人で片付けるんじゃ。よいな。はい、あなたが撃って。私が仕留める。時にユキちゃん、なぜそこまで無限のために言ったでしょ。仲間だって。それにお侍さんとってもいい人だから。メロディー、行こうよ。嫌なサプライズ。貴様一人、それともバックの犬が近くにでも隠れている。
水たまりを通っちゃダメ。水たまりは音がするでしょ。貴様の抵抗は闇の中を張ってるのか。私のよ。将軍の許可。あと少しだから。失礼。話せ。さすれば切腹ぐらいはさせてやる。ネズミの歯。立ち向かえると思っている。私は捕まんないわよ。生き腕にするまでにはすぐ。うんうん、しっかり動いてるわ。こそこそ。誰かいるのか。貴様一人、それとも幕府の犬が近くにでも隠れている。将軍の兄弟、何か知っている。さすれば切腹ぐらい。オッケー。床が泥だらけ。お子様に立ち向かえるとでも思って。はい、小刀さん、起きてよ。膝はつく。息切れにするまでにはくさ。いやよ、難しすぎるから。我らのことをどうや。ネズミの歯、素早く、鋭く。手元を狂わすなよ。僕も幕府の犬。やったぞい。ユキ殿、なぜここへ。ユキちゃんがわしらを助けてくれたのじゃよ。無限、この子に借りができたの。おお、ユキ殿、そうでありましたか。命の借りができてしまいましたな。この恩忘れはしませぬぞ。では生き残った農民を見つけ、同じように助けに参りましょうぞ。お侍さん、敵に取られたあなたの武器が。む、そうでした。先に武器を探さねば。急ぎましょう。見えないでしょ。すでに濡れてしまった。はい、おお、やったぞい。水たまりを通っちゃ手に入れたわ。床が泥だらけ。年には勝てんわい。上様のサメの刃、取り戻しましたぞ。なれば、いざ農場へ。残った者たちが待っておる。まだ残っておるのかい。急げばまだ希望はあります。熊は出番じゃ。引きつけるんじゃ。好奇心を。聞いておくれ。行け。泥の中を前進。我らは必要とされている。直ちに
急ぐぞ。越えろ。なんだ、タヌキか。風切り。終わった。さあ。よし、行くんじゃ。ああ、すぐに行くわい。クマは。出番じゃ。引きつけるんじゃ。聞こえたような。急が。大将。タヌキだ。なんだ、動物か。よし、行くんじゃ。一殺。雨は気にせんぞ。名誉のために。今よ。雨ごときで我々を阻むことはできる。朝になるときついじゃろうな。足が濡れるかもしれん。後で乾かせばよい。立ち風。上様のために。水たまりに気をつけろ。愛子殿と隼人殿は近くにおられるか。いないよ。大将を追ってる。うわ、私登る様への伝言があったのに。駒を見つけて、それで。どうしよう。心配はご無用ですぞ、ユキ殿。そなたは我らを救ってくれた。なればその責任を負うは拙者の使命。さあさあ、共に伝言を伝えに行きましょうぞ。はい、お侍さん。動くのがよかろう。雨はわしを気を引くんじゃ。来てよ。いい武器じゃ。クマは行け。雨は気にせんぞ。耳を塞いでね。弾がないわ。リロードするの。水たまりは音がするでしょ。心配なさんな。水たまりを通っちゃダメ。ちょっと待ってね。消えちまった。どこに行ったんだ。私なら敵を見たのか。できる。気を抜くな。見つけたら情けは無用だ。幽霊じゃないよな。俺たち何探してんだ。足跡は奴らを見かけたか。何もないぞ。敵は得意じゃないのに。奴ら本当に敵を見たのかよ。
何もないな。持ち場に戻れ。さあ出番じゃ、クマ。よし、行く。クマは行け。あれはなんだ。なんだ。セルトが殺されてる。なんだ。そこに隠れているんだろ。敵は得意じゃないのに。茂みに隠れているのか。あれはなんだ。何もないぞ。死んでるぞ。いいか、見つけ次第攻撃だ。なんだ。殺されてる。なんだ。死んでるぞ。いるのは分かってるんだ。あれはなんだ。ここ一帯を探すんだ。殺されてる。死んでるぞ。うまなく探せ。見つけてやるからな。俺たち面を見かけたか。動くのがよかろう。ああ、すぐに行くわい。手元を狂わすなよ。やったぞい。足をなくなった。やったぞい。泥の中を前進。どこに行ったんだ。水たまりは音がするでしょ。床が泥だらけ。オッケー。そうだな。騙されるな。敵はまだいるぞ。ふ、我らは必要とされている。良い戦略だ。出てこい。奴らに強行をしているんだ。させるんじゃないぞ。素早く。まとまって行動しろ。バラバラになるなよ。敵は弱みにつけ込んでくる。あと少しだから。
け次第攻撃だ。恐ろしい。情けは無用だ。殺しに来る。集まって行動しろ。バラバラになるなよ。花火の準備はで落ち着け。もうあまりないぞい。向かっているぞ。さあ、あとで。風切り。行くの。刀を使われば手法。雨ごときで我々を阻むことはできぬ。我が命、上様に捧げようぞ。来ておる。どこだ。何も死んでるぞ。気をつけるんじゃ。栄光が待っておる。この中を前進。一撃。すでに濡れてしまった。常に用心しておく、幸運じゃな。うんざりする場所だ。負傷者は誰も死なせたりせん。いないな。持ち場に戻れ。大事な時じゃの。いただくとするか。手元を狂わすなよ。瓶を持っとるのはやつか。おやったぞい。足をやったぞい。もう弾がないんじゃ。やったぞい。土砂降りだな。血も雨も。雨ごときで我々を阻むことはできぬ。外しはせん。足が濡れるかもしれん。気をつけろ。死が見ておるぞ。愛は許されない。泥の中を前進。行きましょう。殺者が現れたんだ。私は捕まんないわよ。無事で。まとまって行動しろ。バラバラになるなよ。メロディー。暗闇に気をつけて。行くわよ。抱き込んでいるかもしれん。風だろう。道がないぞ。出てこ。水たまりを通っちゃダメ。
た。今よ。うん、早く。床が…どうやって登ったんだ。敵はまだいるかもしれん。本当に敵を見たのかよ。油断するな。やっちまえ。隣で農民が死んだのじゃよ。ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ、たくま先生がやるみたいに音を出したの。うん、気づいておったとはの。きっとクマもお侍さんを助けてほしがけるよ。今のは聞くのだぞ。お前何してた。うん、何か耳を塞いでね。減ってんのか。うん、稲で隠れられる。この反乱者はどうしてこの場所を探しているのかな。ああ、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。侍さん落ち着くんじゃ、ユキちゃん。無限を何としてでも救い出すぞえ。この音は。ああ、急ぐべきじゃ。はい。ああ、すぐに行くわ。鳥の声、手に入れたわ。しっかり動いてるわ。足を使うかの。いい足が欲しいわ。早くて、強くて、しかも私の罠みたいに立つこともできるし。ほう、なんとも突飛な称賛じゃわい。どうやって音を消しているか、わかるかの。全然わからないよ。でも今はそれどころじゃないわ。そういうことじゃな。無限の元へ急ごう。撃たなくてもいいのに。奴らは獣じゃ。欲望のままに命を奪う。そこに理由などありゃせん。お侍さん、無事でいてね。ユキちゃん、心配しなさんな。わしらで助けるんじゃ。誰かいないか、道の方に出て周辺を探そう。よし、あっちへ行け。また戻ってくるじゃろ。そのことを忘れてはいかん。近道を見つけるべきだ。手元を来る人間、都市には勝てんわい。お侍さんの武器がどこかにあるはずよ。うん、そうじゃな。オッケー、私なら起きてね。お母さんみたいに。うん、何でもない。それよりお侍さんを助けないと。任せて。ちょっと待ってね。
ちゃんと巻いてるわ。お侍さんがいたわ。見張られておる。尋問書を二人で片付けるんじゃ。よいな。はい。あなたが撃って、私が仕留める。時にユキちゃん、なぜそこまで無限の盾。言ったでしょ、仲間だって。それにお侍さん、とってもいい人だから。それとも幕府の犬が近く。いや、こそこそのメロディー。今の聞こえたぞ。水たまりを通っちゃダメ。闇の中を張ってるのか。今よ。将軍の恐怖。私のよ。さすれば切腹ぐらい。はっ。ネズミの歯。しっかり動いてるわ。生き茹でにするまでには。メロディー、行くわよ。私は捕まんないわよ。見えないでしょ。貴様一人、それともバックの犬が近くに隠れている。手に入れたわ。貴様の抵抗は。素早く。兄弟は何か知っている。あと少しだから。小刀さん、起きてよ。さすれば切腹ぐらい。本当にお子様に立ち向かえるとでも思って。うん、位置についたわい。ネズミの歯、素早く。足を使うか。やったぞい。手元を狂わすなよ。おお。やったぞい。ユキ殿、なぜここへ。ユキちゃんがわしらを助けてくれたのじゃよ。無限、この子に借りができたの。おお、ユキ殿、そうでありましたか。命の借りができてしまいましたな。この恩、忘れはしませぬぞ。では生き残った農民を見つけ、同じように助けに参りましょうぞ。侍さん、敵に取られたあなたの武器が。む、そうでした。先に武器を探さねば。急ぎましょう。急がねば。見えないでしょ、鳥の声。今よ。声の仕事だ。私ならできる。はい、私のよ。アナさん、起きてね。
と少しだから。重い。お侍さんじゃないと。急ぎ向かいます。素早く、鋭く。膝はつく、首はぐさ。刀を使わねば。取り戻しましたぞ。なればいざ農場へ。残った者たちが待っておる。まだ残っておるのかい。急げばまだ希望はあります。忘れるぞ。後で乾かせばよい。風切り、直ちに。床が泥だらけ。熊、火出番じゃ。吠えろ。これは何だ。あれ、クマ、気をつけて行け。我らは必要とされている。来ておる、来ておる。水たまりを通っちゃ。水たまりは音がするでしょ。クマ、聞いておくれ。どうしてクマに血が。隣で農民が死んだのじゃよ。やめて。ここに戻ってきたとは驚きちゃったよ。簡単だよ、たくま先生がやるみたいに音を出したの。うん、気づいておったとはのう。きっとクマもお侍さんを助けて欲しがってるよ。あの音は何だ。何してんだ。ユウの叫び。うん、稲で隠れられるんだ。これは観覧車よ。どうしてこの場所を探しているのかな。ああ、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。侍さん、落ち着くんじゃ、ユキちゃん。無限を何としてでも救い出すぞい。クマは足が濡れるかも。さあ出番じゃ。ああ、すぐに行くわい。取りの声、しっかり動いてるわ。
手元を狂わせよ。この足が欲しいわ。強くて、しかも私の罠みたいに隠すこともできるし。ほう。なんとも突飛な所作じゃない。どうやって音を消しているかわかるかの？全然わからないよ。謎謎だね。でも今はそれどころじゃないわ。そういうことじゃな。無限の元へ急ごう。撃たなくてもいいのに。奴らは獣じゃ。欲望のままに命を奪う。そこに理由などありゃせん。お侍さん、無事でいてね。ユキちゃん、心配しなさんな。わしらで助けるんじゃ。気を引くんじゃ。はい。誰かいないか、道の方に出て周辺を探そう。よし、こっちへ行け。また戻ってくるじゃろ。そのことを忘れてはいかん。うん、早く。幸運じゃな。うん、雨はわしを止められんじゃろ。どこかにあるはずよ。うん、そうじゃな。悪魔の獣じゃ。お母さんみたい。ん？なんでもない。それよりお侍さんを助けないと。おお。場所だわ。床が小刀さん、起きてよ。水たまりを飛ばす。膝はつく、首はぐさ。手に入れたわ。ちょっと待ってね、アナさん、起きてね。させれば切腹ぐらい。お侍さんがいたわ。見張られておる。尋問書を二人で片付けるんじゃ。よいな。はい、あなたが撃って私が仕留める。時にユキちゃん、なぜそこまで無限のために。言ったでしょ、仲間だって。それにお侍さん、とってもいい人だから。嫌なサプライズ。貴様一人、それとも幕府の犬が近くにでも隠れている。暗闇に隠れているのは分かっている。貴様の抵抗は闇の中を張ってるのか。私ならできる、任せて。将軍の脅威、何か知っている。水たまりは音がするでしょ。すれば切腹ぐらい。ネズミの歯。貴様は本当にお子様に立ち向かえるとでも思っている。生き腕にするまでにはすぐに。ちゃんと巻いてるわ。我らのことをどうやって。コソコソのメロディ。なんだ。貴
様一人、それとも幕府の犬が近くにでも隠れている。あと少しだから。貴様の手を手に入れたわ。今よ。将軍の兄弟、何か知っている？さすれば切腹ぐらい。見えないでしょ。素早く、鋭く。貴様は本当におっこと様に立ち向かえるって思う。素早く、鋭く。床が泥だらけ。小刀さん、起きてよ。水たまりを通っちゃダメ。足を使うかの。どうやって。やったぜ。ユキ殿、なぜここへ。ユキちゃんがわしらを助けてくれたのじゃよ。無限、この子に借りができたの。おお、ユキ殿、そうでありましたか。命の借りができてしまいましたな。この恩、忘れはしませぬぞ。では、生き残った農民を見つけ、同じように助けに参りましょうぞ。お侍さん、敵に取られたあなたの武器が。む、そうでした。先に武器を探さねば。急ぎましょう。うん、早く、メロディー。行くわよ。今の聞こえたぞ。私なら、名誉のために。はい、水たまりは任せて。はっ、あと少しだから。重い。お侍さんじゃないと。急ぎ向かいます。膝はつく、首はぐさ。素早く、鋭く。使わねば。取り戻しましたぞ。なればいざ農場へ。残った者たちが待っておる。まだ残っておるのかい。急げばまだ希望はあります。大したことではなかったんじゃが、朝になるときついじゃろうな。クマは？よし、行くんじゃ。そのうちみんな忘れるぞ。引きつけるんじゃ。好奇心旺盛だな。今までも。下、気をつけて。クマ、聞いておくれ。行け。雨ごときで我々を阻むことはできる。の中を前進。上様のために。水たまりを通っちゃダメ。
位置に着いたわい。気を引くんじゃ、後で乾かせばよい。聞いておくれ。どうして熊に血が？隣で農民が死んだのじゃよ。ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ、たくま先生がやるみたいに音を出したな。気づいておったとはの。きっと熊もお侍さんを助けて欲しがってるよ。吠えろ。あれはなんだ。なんだ。バーン。稲で隠れられるの。あれは看板車よ。どうしてこの場所を探しているのかな。ああ、生存者を探しているといったところかな。みんな死んじゃったのかな。侍さん、落ち着くんじゃ、ユキちゃん。無限を何としてでも救い出すぞ。あれ、タヌキだ。水たまりは音がするでしょ。雨は気にせんぞ。そのメロディーちゃんと巻いてるわ。手元を狂わすなよ。足が欲しいわ。早く強くて、しかも私の罠みたいに隠すこともできるし。なんとも突飛な称賛じゃわい。どうやって音を消しているかわかるかの。全然わからないよ。謎だね。でも今はそれどころじゃないわ。そういうことじゃな。無限のもとへ急ごう。助けて。撃たなくてもいいのに。やつらは獣じゃ。欲望のままに命を奪う。そこに理由などありゃせん。お侍さん、無事でいてね。ユキちゃん、心配しなさんな。わしらで助けるんじゃ。誰かいないか、道の方に出て周辺を探そう。よし、こっちへ行け。また戻ってくるじゃろ。そのことを忘れてはいかん。仕事だ。さあ、行け。多分、お侍さんの武器がどこかにあるはずよ。そうじゃな。足を使うかな。悪魔の獣じゃ。お母さんみたい。ん？何でもない。それよりお侍さんを助けないと。嫌なサプライズ。水たまりを通ってネズミの歯。床が泥だらけ。
かり動いてるわ。お侍さんがいたわ。見張られておる。尋問書を二人で片付けるんじゃ。よいな。はい。あなたが撃って、私が仕留める。時にユキちゃん、なぜそこまで無限のために。言ったでしょ、仲間だって。それにお侍さんとってもいい人だから。それとも幕府の犬がでも隠れて。メロディー、行くわよ。私ならできる。貴様の帝国は茂みなんかカモフラージュにならないぞ。水たまりは音がするでしょ。私のよ。さすれば切腹ぐらい。見えない小刀さん、起きてよ。ふっ。貴様は本当にお心様に立ち向かえるとでも思っているのか。マナさん、起きてね。生き腕にするまでにはすぐに。鳥の声。嫌なサプライズ。我らの目の男だ。床が泥だらけ。貴様一人、それとも幕府の犬が近くにでも。任せて。私は捕まんないわよ。素早く。素早く、鋭く。水ペン。素早く、ネズミの歯。お父様に立ち向かえるとでも。位置についたわい。やったぞい。ユキ殿、なぜここへ。ユキちゃんがわしらを助けてくれたのじゃよ。無限、この子に借りができたの。おお、ユキ殿、そうでありましたか。命の借りができてしまいましたな。この恩忘れはしませぬぞ。では生き残った農民を見つけ、同じように助けに参りましょうぞ。お侍さん、敵に取られたあなたの武器が。む、そうでした。先に武器を探さねば。急ぎましょう、上様のために。こそこそのメロディ。水たまりは音がするでしょ。手に入れたわ。オッケー。はっ。重い。お侍さんじゃないと。急ぎ向かいます。やだ、バカだ、言うことなんか聞くなよ。今よ。痛いじゃない。止まれ。聞いておくれ。どうしてクマに血が。隣で農民が死んだのじゃよ。やめて。ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ、たくま先生がやるみたいに音を出したの。気づいておったとはの。きっとクマもお侍さんを助けてほしがってるよ。お前何してんだ。おい、なんですか。ユウの叫び。一発しかない。稲で隠れられる。あれは反乱者。どうしてこの場所を探しているのかな。
おお、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。侍さん。落ち着くんじゃ、ユキちゃん。無限を何としてでも救い出すぞい。ああ、すぐに行くわ。そこそのメロで手に入れて、しっかり動いてるわ。うん、この足が欲しいわ。速くて、強くて、しかも私の罠みたいに隠すこともできるし。ほう、なんともとっぴな称賛じゃわい。どうやって音を消しているか、わかるかの。全然わからないよ。でも、今はそれどころじゃないわ。そういうことじゃな。無限のもとへ急ごう。撃たなくてもいいのに。やつらは獣じゃ。欲望のままに命を奪う。そこに理由などありゃせん。お侍さん、無事でいてね。ユキちゃん、心配しなさんな。わしらで助けるんじゃ。誰かいないか。一度。なんだ。よく。血がわし。床が泥だらけ。ああ、さあ、どうして熊に血が。隣で農民が死んだのじゃよ。ここに戻ってきたとは驚きじゃったよ。簡単だよ、たくま先生がやるみたいに音を出したの。うん、気づいておったとはの。きっと熊もお侍さんを助けて欲しがってるよ。タヌキだ。うん、稲で隠れられるの。これは観覧車。どうしてこの場所を探しているのかな。おお、生存者を探しているといったところかの。みんな死んじゃったのかな。侍さん、落ち着くんじゃ、ユキちゃん。誰かいるのか。無限を何としてでも救い出すぞい。あの音は。はい、はい、私ならできる。私のよ、アナさん。こそこそのメロディーちゃんと巻いてるわ。手元を。この足が欲しいわ。うん、早く強くて、しかも私の罠みたいに隠すこともできるし。ほう、なんともとっぴな称賛じゃわい。どうやって音を消しているかわかるかの。全然わからないよ。同じだね。でも今はそれどころじゃないわ。そういうことじゃな。無限のもとへ急ごう。撃たなくてもいいのに。やつらは獣じゃ。欲望のままに命を奪う。そこに理由などありゃせん。お侍さん、無事でいてね。ユキちゃん、心配しなさんな。わしらで助けるんじゃ。誰かいないか。道の方に出て周辺を探そう。よし、こっちへ行け。また戻ってくるじゃろ。そのことを忘れてはいかん。クマ、きっと出番じゃ。多分お侍さんの武器がどこかにあるはずよ。うん、そうじゃな。うん、水たまりを通っちゃダメ、ネズミの歯。悪魔の獣じゃ。お母さんみたい。うん、なんでもない。それよりお侍さんを助けないと。さすれば切腹ぐらい。Thank you.
場所だわ。今よ。素早く、鋭く。膝はつく、首はぐさ。尋問書を二人で片付けるんじゃ。よいな。はい。あなたが撃って、私が仕留める。時にユキちゃん。なぜそこまで無限のために。言ったでしょ。仲間だって。それにお侍さんとってもいい人だから。それとも嫌なサプライズ。近くにでも隠れている。聞こえたぞ。貴様の抵抗は茂みなんかカモフラージュにならないぞ。将軍の任せて、あと少しだから。話す、さすれば切腹ぐらいは。ふっ、小刀さん起きてよ。素早く。子供様に立ち向かえるとでも思っているの。ちゃんと巻いてるわ。鳥の声。手にするまでにはすぐに。いい場所だわ。我らのことをどうやっている。素早く、鋭く、手に入れたわ。床が泥だらけ。オッケー。ネズミの歯。さすれば切腹ぐらい。素早く。私は捕まんないわよ。足を使うかも。おお。やったぞ。ユキ殿、なぜここへ。ユキちゃんがわしらを助けてくれたのじゃよ。無限、この子に借りができたの。おお、ユキ殿、そうでありましたか。命の借りができてしまいましたな。この恩忘れはしませんぞ。では生き残った農民を見つけ、同じように助けに参りましょうぞ。お侍さん、敵に取られたあなたの武器が。む、そうでした。先に武器を探さねば。急ぎましょう。メロディ、行くわよ。直ちにそこに向かう。水たまりを通っちゃダメ。見えないでしょ、私のよ。ちょっと待ってね。ネズミの歯。重い。お侍さんじゃないと。急ぎ向かいます。オッケー。
雨はわしを潰さねえ。雨の刃取り戻しましたぞ。なればいざ農場へ。残った者たちが待っておる。まだ残っておるのかい。急げばまだ希望はあります。はい。クマは行け。気を引くんじゃ。好奇心旺盛だな。下、気をつけて。クマ、聞いておくれ。よし、クマは泥の中を前進。向かっているぞ。急ぐぞ。音がするでしょ。あと少しだから、雨ごときで我々を阻むことはできる。何してた？大将。終わった。さあ、行け。雨は気にせんぞ。都市には勝つのは出番じゃ。引きつけるんじゃ。なんだ、立ち風。どうか腹でも減ってんのか。よし、行くんじゃ。すでに濡れてしまった。後で乾かせばよい。直ちに。我らは必要とされている。素早く、鋭く。さあ、出番じゃ。水たまりに気をつけ。風切り。良い戦略だ。Thank you.太鼓殿と隼人殿は近くにおられるか。いないよ、大将を追ってる。え、うわあ、私、昇様への伝言があったのに。クマを見つけて、それで、どうしよう。心配はご無用ですぞ、ユキ殿。そなたは我らを救ってくれた。なれば、その責任を負うは拙者の使命。さあさあ、共に伝言を伝えに行きましょうぞ。はい、お侍さん。行け。朝になるときついじゃろうな。気を引くんじゃ。お前、何してた。来ておる、来ておる、中距離。
相談じゃ。クマはよし、行くんじゃ。うん、早く。するの私ならできる。やったぞい。心配なさんな。手元を狂わすなよ。うん、位置についたわい。足が濡れるかもしれん。宝禄火矢、花火の準備はできたぞ。上様のために。すでに濡れてしまった。水たまりを通っちゃダメ。水たまりに気をつけろ。は許されない。見えないでしょ。覚悟せい。落ち着け。もうあまりないぞい。刀を使わねば我慢できんだろう。以前なら大したことではなかったんじゃが、ロープ足を使うけどもう弾がないんじゃ。やったぞい。全身、上様のために。雨ごときで我々を阻むことはできぬ。床が泥だらけ。ちょっと待ってね。私は捕まんないわよ。今よ。水たまりは音がするでしょ。素早く鋭く。殺しに来る。鳥の声。これだ。あそこまで行けないな。今よ。彼らは必要とされている。解放いたそう。反逆者を撃ち話をしてみましょうぞ。
急ぐぞ。はあ、酒か。酒に飲まれよ。我慢できんだろう。大将。それではいけないわ。きっと誰か。名誉のため。ただのかすり傷だ。侵入者ど。ひどい。俺たち決闘。手法。さあ一撃。うん。包帯を持っとるぞ。誰も死なせたりせん。泥の中を前進。立ち風。刀を使わねば。あなた無事で。降伏すべきだった。風切り。あれは死んでるぞ。俺たち我らは多山一殺。きっと誰か奴らに恐怖を教えるんだ。入れさせるんじゃないぞ。ひどい。俺たち決闘。恐ろしいや、恐ろしいや。オッケー。騙されるな。敵はまだいるぞ。あなた、私こそこそのメロディメロディ敵は弱みにつけ込んでくれ。床が泥だらけ。風だろう。奴らをどこだ。下気をつけて。水たまりを通っちゃダメ。はっ。はい。はい。ちょっと待ってね。私は捕まんないわよ。こそこそのメロディー素早く鋭く面倒だな。ここにおる。いるのは分かってるんだ。見えないでしょ。殺されてる。誰かいるのか。素早く。バカ。素早く鋭く。出てこい。
水たまりは音がするでしょ。良き導きじゃ。ひどい。うん、位置についたわよ。恐ろしいよ、恐ろしいよ。殺しに来る。後で乾かせばよい。オッケー。はい。床が泥だらけ。拙者は騙されんぞ。近道を探しましょう。何を探せばいい。くまなく探せ。直ちにそこに向かう。一撃。ごときで我々を阻むことはできる。急がれ。ありがとうございます。将軍様がきっと助けを送ってくれると信じていました。あなた、あのお方たちが追い払ってくれたのよ。かの者は死なぬ、信じるのだ。ではついて参られよ。ついていきます。注意して。我らの運命は我らが決める。困難が待ち受けておるぞ。これは何だ。行きましょう。誰か逃げたぞ。辺りを探せ。死んでるぞ。ここ一帯を探すんだ。この忌々しい雨め、我らはくじけはせん。足跡か。雨は風情があるが、今日はその限りではないな。これは教えちまった。我らは成功する。常に用心しておる。何者かを見たのか。手元を狂わすなよ。我が命、上様に捧げようっているぞ。準備完了。あと少しだから。見えないでしょ。素早く。悪な雲じゃな。油断するでない。直ちに。敵意さえ感じる雲だ。水たまりに気をつけろ。おそらく手元を。よし、やったぞい。迅速に動かねば。すぐだから。うんざりする場所だ。上様のための刃。あ？
一撃。馬鹿げておる。腕のある敵だ。を浄化してくれれば。嫌な天気だ。良い戦略だ。ありがとうございます。どうか小屋にいる他の者たちも、私の妻もいるのです。すでに解放しております。ついて参られよ。みんなで脱出する。ついていきます。急がねば。死が見ておるぞ。俺様のための刃。土砂降りだな。血も雨も。雨は風情があるが、今日はその限りではないな。死は気まぐれ。これほどのご親切に、なんとお礼を言ったらいいのか。まだ安心はできませぬぞ。あなた様がいなければすでに死んでおりました。上様は民を見捨てはせぬ。それを皆に伝えられよ。栄光が待っておる。戻りました。どうやら。待て、何かおかしいぞ。みんな道を塞げ。偵察が巡回から戻ってきたようだ。みんな距離を取られよ。ほーれ、戻ってくると言ったじゃろ。足が痒くなってきおったわい。みんなもうすぐよ。あと少し。うんざりする場所だ。泥の中を前進。我らは必要とされている。まずいわね。私ならできる。私は捕まんないわよ。時間厳守だ。直ちに。土砂降りだな。はしごが必要だ。雨だ。位置についたわい。
足が濡れちゃった。立ち風、刀を伝われば。ただだ、上様のために。この忌々しい雨め、我らには明日がある。雨は許されない。雨ごときで我々を阻むことはできる。これは騙されんぞ。急がねば、名誉のために。水たまりに気をつけろ。闇の中を逃げ身に隠れているのか。誰もいないな。持ち場に戻れ。向かっているぞ。栄光が待っておる。止血ぐらいできるわ。包帯あるわよ。油断するでない。大将、直ちに迅速に動かねば。風切り、立ち風、失敗は許されない。終わった。待ってね、今よ。我らはくじけはせん。濡れてしまった。急ぐぞ。
怠けちゃダメよ。嫌な天気だ。おとりが必要だ。はあ、酒か。我らは成功する。いい思い出だ。酒に飲まれとするか。上様のための刃。直ちにそこに向かう。泥の中を全身。ここは危険ね。見えないでしょ。大切じゃ。気をつけてね。私は捕まんないわよ。任せて、素早く、鋭く。通っちゃダメ。嫌な天気だわ。鳥の声。なんでもないぞ。はい、今よ。
てね。私のよ。足を使うかどうか。ああ、急ぐべきじゃ。雨はわしを止められんじゃろう。手元を狂わすなよ。やったぞい。位置についたわい。なくなった。やったぞい。ねえ、都市には勝てんわい。外しはせん。そろそろ行かない？うん、早く。我が命、上様のために。上様に捧げようぞ。気をつけるんじゃ。敵意さえ感じる。水たまりに気をつけろ。まだ必要とされておる。雨は気にせんぞ。みんな、無事か？はい、ありがとうございます。お侍様、本当にありがとうございます。みんな、この勇敢な娘にも感謝せねばなりますまい。名はユキ。この娘なくしては生きて帰るなど到底なし得ぬことであったがゆえ。そんなんじゃ。あなたのおかげです、ユキ様。いつかこのご恩、必ず返します。どういたしまして。では、参りましょう。他の反乱者が来ては困りますゆえ。どこへ連れて行ってくださるのですか？我らは、昇様の野営と参る。お主たちはことが済むまで、避難所にいるのが良いだろう。よくやったのう、ゆきちゃん。ありがとうございます、たくま先生。